どうも、どうも、東京どもかけー、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、2本目ですね。2本目、先ほどね、この開けたやつ。開けたこのフィギュアの台座しかないやつで、これしかないって言ってね。もうこんなのもありますけれども、ね、こういうのもね、ちょっと今ね、置きっぱなしですけれども。どうしようかなと思ったんですが、あ、これ。これね、さっきやらなかった時間がちょっとかかりすぎてるから。これはプレシャスメモリーズなんですね。K4 ブースターパックの、ボックス箱買いしたやつですね。で、ちょっとね、気になる点が一個ありまして、これちょっとわからないと思うんですけど、これね、やりますか？これ全部入ってるんですけど、プレシャスメモリーってこっちなんですよ。これ、プリズムコネクトって別のカードですね。一つ見てみましょうか。これから見えちゃった。はーい、これ、フェイ K4 じゃねー。これ、フェイトゼロ、ね。違うカード入ってますけど、っていう感じですけど、まあまあまあね。500円の中に入ったんですよ。まあこんな感じでね。袋に入ってるのちょっと後回しですね。キラーカードないかななんて、ね。ほら、やっぱ K4。かわいい。かわいいですね、K4。入ってますね。ほら、見えてますかこれ、ね。ダブリ多いっすね。ダブってますね。キラーカードないっすね。これ元からあんまりキラーカードないって言ったもんね。あったっけ？あら、かわいい。かわいいじゃないの。ねえ、ちょっと作品は僕は見てないからちょっと分かんない。あら、セクシー。おー、セクシー。ワンセクシー。水着チャプター。イエーイ無理、から元気な感じがちょっと出ちゃいました。あ、でもあんまセクシー。あらー、セクシーじゃないですか。もう、ツーセクシー。イエーイってことで。え、キラーカードはないみたいですね。あら、これもちょっとな。ほら、あらららら。セクシーですね。夏ですか？ね。ということで、ダブリが多いですね。出なかったんかな。ダブリが多い。あ、みんな全員集合ですね。ちょっとごめんなさい、カーブやってないんでわかんないけど、はい、おかしい、はい、出た、はい、間違い探し1個出たね。君の目がみたいなね、懐いたみたいなですね。はい、初音ミクさんの OK、 いらなかったのかな、思わず言っちゃったのかな、はい、じゃあこっち開けます。なんだろうね、背景は、なんか同じ。あ、これなかったんですね。見てない。平穏のカードですね。まあまあ、こんな感じで。あら、かわいい。という感じですかね。あら、あ、これ繋がるんだ。繋がんないか。全然繋がりますね。ね。あら、顔をセクシー。はい、セクシーでした。オッケー。ね、これ、分けた意味ある、これ。まあまあまあ、なんかね、こんな人がそうしてたのかな。個人的に集めて、ちょっと、わかんない。はい、ということで、こんなに入ってました。まあ、500円の中の1個なんで、まあまあ、こんな感じでね。ということでね、光ってるから、1個もなし。ほぼ5つ。動画的には。以上です。どうもどうも、東京どもかけー、ありがとうございました。さよう。